結構需要があると思うんですけど、はい、高校生ならではの悩み、学校にメイクがしに行けない、そんな時に内緒なんですけど、普段からちょっと学校にしていっているメイクを紹介したいと思います。わかちゃんとか学校メイクしていっていいかな。いい、わかのところは大丈夫だけど、中学の時とかね、それダメだった。先生にバレないけど男子にモテるメイクを紹介していきたいと思います。イエーイ。それではレッツゴー。はい、じゃあノアからスピン風メイクを紹介していきます。まずはこれ、これは薬用リップみたいな夜に塗るやつなんですけど、こんな感じの紫色ぐらい。いい匂いする。え、そう、グリープの匂い、めっちゃいい匂いする。やばい、ラム食べてるみたいこれがすごいピンクではないから自然っぽい、ちょっとまあ透明感、血色感が出る。そう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 。これをまず塗ってから、下地とかはこれです。スキンアクアのトーンアップ UV エッセンスラテベージュを使ってます。これはなんかね、下地とか塗っちゃって慣れたりしたりするやん。確かに。だからその時の言い訳としての、なんかこんな感じで肌色なんですよ。だから下地代わりに使ってて、なんか下地塗ってるとかファンデ塗ってるって言われたら、いや、日焼け止めなんで、あーなるほどねそう言えるようにこのラテベージュを使ってます。これは結構おすすめ。その後にコンシーラーぐらいは塗らせてくれと。うん、間違いない。そうそう、ディオールのコンシーラーぐらい塗らせてくれディオールスキンフォーエバースキンコーレットコンシーラーです。あー、これ結構みんな使ってるよね。伸びもいい。これを本当にこの小鼻とかニキビ跡とかの赤みがあるところにちょん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 って塗って、で、まあ手でぼかしてから、まあ、下地はこれで完成です。おー、そう。で、アイシャドウとかは基本塗らんくて、でも塗るとしたらこのロム&のベターザンパレットのこの左から2番目か3番目をチュンチュンと取って目尻にちょっとのせます。おー。あ、でもアイシャドウ塗る前になんか餅とかのりを良くするためにこのキャンメイクのラスティングマルチアイベースアイシャドウ下地をつけます。だからなんか薄くてもちゃんと発色するし、なんかあの色持ちもいいのでこれおすすめです。眉毛は何も塗らなくて、ビューラーは資生堂のビューラーを使ってます。シェーディング、もう大事やん、顔を削ることはほんま大事で、前のメイク紹介の時に若いちゃんことか、若いちゃんとか、あのミヤが紹介してていいなと思った、このジュディドールのフォーアイスペあのパレットを使ってそれイエベ用？うん、イエベ用の方を使ってます。シェーディングはあのこの右下の濃いところを削って削って削って、でもやっぱ削りすぎるとなんか分かれちゃうよね。その時に私はこのチャコットのパウダーを使ってます。このシェーディング部分と鼻の小鼻とかコンシーラー塗ったところにポンポンってする感じで、マスカラは塗りません。まあ、塗るとしたらこのスカイハイのマスカラを1塗り2塗りぐらいで、もうめっちゃ薄く、やっぱマスカラってバレやすい。バレやすい。なんメイクしてなくてもまつげだけ塗ってたらバレるとかあるから、涙袋大事です。これセザンヌのめっちゃもうカスカスになってるんですけど、セザンヌの涙袋ライナーのこれはあのね、茶色じゃない方グレーの。アイラインもめっちゃ細く薄く引いてるんですけど、これはラブライナーの 3C1 らしいです。あ、でもそのぐらい。あとはこのティルティルの青とかこういうのつけたら透明感出るっぽくて、で、うちのメイクは終わり。いきます。じゃ、まず、唇の保湿はこちらの無印で塗ったリップエッセンス N ピンクってやつです。これめっちゃ TikTok に流れてくる、ブルブルになります。ブルブルなのよ。ブルブルになる、マジで。次、こちら、日焼け止めです。ビオレ UV アクアリッチトーンアップエッセンス、こんな感じで紫なんですけどペコペコやもうだって横から見たらさめっちゃトーンアップします。かわいい、若ちゃんっぽいね、パッケージもコンシーラー、コンシーラー、歯ブラシやな、歯ブラシやな、汚いです。こちらだ。こちらです。ルナロングラスティングチップコ
ンシーラーです、うん、じゃあこれも伸びが良くて、すごい使いやすいです。どこに塗ってんの？このクマの部分と、うん、薄くそばかすみたいなのあるからここに塗るのと、あと小鼻、口の横、うん、あとはニキビって感じです、うん、ファンデーションは、うん、薄く、めっちゃ薄く、こちらのクリオキルカバーハイグロークッション、うん、の2番かな、ランジェリーです、うん、こちら。お次は、うん、まだクマがね隠れません。あ、まだ今も隠れてないけど隠れないので、これね、うん、マジおすすめ、マルチフィックスコンシーラー&カラーコレクターバニラ、うん、フェイスカラーです、うん、読めた読めた、じゃーん、じゃーん。でもでもちょうど大きくてこんなもんね。まあね、このオレンジがクマ消しにいいって聞いて、うん、そうで、オレンジとこの肌色をこうちょんちょんって混ぜて、うん、ここにこうやって塗ってクマを隠します、うん、眉毛、眉毛、眉毛。今使ってんのはこちらの K パレット04番ラスティング3ウェイアイブロウペンシルってやつ。これマジ描きやすい、うん、でもペンシルって結構バレやすくない？うん、バレやすいね。ユアグラムのやつ、今のこういう、うんうんうん、あ、筆で描くタイプ、パウダーの、そうそう、パウダーのアイブロウでやってます、うん、学校の時は、うん。で、次はアイシャドウ。アイシャドウはでもそんな効果できないから、アミューズアイパレット02番。赤ちゃんっぽいね、この色も、うん、めっちゃ可愛い。可愛くない？この右下のこの色だったらそんなに効果つかなくて、うん、結構いい感じになるので、これをまぶたと下にも薄く、めっちゃ薄く塗ります。で、ラメはバレるので NG。 NG だね。ね、マスカラはバレるので、としたらこれかな、ヒロインメイクロング&キー、マジだ、ロング&カールマスカーです。これを本当にノーチェンとでに1、2回だけ、バレるね。そう、ダブルライナー、うん、ダブルライナーだとなんかちょっと線っぽくなっちゃうかなと思って、濃くないときは。だから、うん、クリオプロアイパレット11番、ウォーキングオンザです。で、こちらのそのちょっと黒目、うん、とこのシピシピの筆を、あ、中に入れてんの？クリオのパレットの中に。ここに入らないです。悔しい、悔しい。しいだから、このちっちゃいやつでこうポンポンって取って、ここにツッツッって塗ります。黒目の下だけちょんちょんって塗ったら、うん、あんまりその描いてる感はない。うん、から、よしでもチークはこちら、なるほど、めっちゃ可愛い、フラワーノーズスワンバレーシリーズブラッシュコンパクト03番、シルキーリボンです。なんかあんま濃くなりすぎないから、うん、これさっき貸してもらったんですけど、めっちゃ良かった。良かった。程よくピンクになるから、うん、血色感ある、うん、いい女になれるかもしれません。そうね。でこちらのアイラインは本当にうっちょんぐらい、パラドゥリキッドアイライナー EX、 これね、セブンで買いました。めっちゃ描きやすいの、セブンのアイライナー。コンビニメイクってめっちゃいいっていうの、うん、シェーディングが綺麗&コー3カラーシェーディングパレットかな、今これちょっと結構濃くなっちゃうので、もうポンポンプンプンってちょっとプン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 ってプン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 っていう感じでした。わー、すごい。まずメガンは、まあメガンは結構肌とかがっつりやっちゃうので、うん、これも厚塗りっていうほどではないけど、まずティルティルのマスクフィットクリスタルメッシュクッション 17C を塗ります。あ、これめっちゃ白くなる肌、うんうん、元からですっていう顔をツアーに行って歩きます。はい。で、これだけやったらなんかめっちゃファンデーション感あるから、メガンは上からすっぴんパウダーの水色を塗ります。そしたらマジで地肌何も塗ってませんって感じになります、うん、乾燥するんで、メガンはまず一番最初にキレイ&コーのキープメイクキープミストを塗ってからファンデーションつけて、これ、うんうん、です。
眉毛もキレイ&コーのアイブロウペンシル01番イエローブラウン。なんかメガンの学校なんかおかしくて眉毛だけはいいみたいな、なんで、まあ、眉毛は結構がっつりこれで描いて、で上からユアグラムのアイブロウパウダーを眉頭に塗って色整えて、上から眉マスカラでキスミベビーローテーションカラーリングアイロアイブロウを使います。で眉毛は終了。終了。アイシャドウは、まあ、そんなあんま塗らへんけど、クリオのこの白とピンクを混ぜて、もうマジで薄めやけど上にも塗って、あの涙袋もこれとこれ塗ります。でマスカラはまーちゃんと一緒、メイベリンのスカイハイをほんまにおすすめ、そのあちゃんにおすすめしてもらって、そっからずっともうこれ3、4本目なんですけど、いやなもうマジでいい、これまあ、これはもうタバカンとか作らずに1回塗るぐらい、ちょっと濃くなるぐらいで塗ります。なんかアイライン目がすぐ取れるやついつも買っとって、でこの前めっちゃ TikTok で調べていいって見たのがこの B アップのシルキーリキッドアイラインの WP、 これほんまに落ちひんし、あの授業中とか寝ても取れないです。ラストリップ、まあ、普段はこっちなんですけど、ほんのりしか色しかなんかプルプルなるぐらい、このロム&の、Gメルティングバーム、このピンク、この色はマジで自分のそのリップの元の色にただプルプルが潤されたみたいになって、血色感みたいな、そうそうそう、血色欲しい時はこっちのローズで、こっちがスコッチヌードっていう色の方をつけたらもう血色が足されてうるうる、でーす。はい、以上です。私のスクールメイクです。まず日焼け止め兼下地みたいな感じなんです。あ、ちょっとこれもちょっと汚いけどごめんなさい。エスプレッソはのピンクです。多分ほんまに白くなんねんか、マジでめっちゃ白い。すげー。え、ほんまになんでやろうっていうぐらい白くなります。すげえ。これ使ってて、マジでトーンアップするとかめっちゃいいんですよ。学校によってもさ、大事な日ってあるやん、今日は放課後友達と遊ぶからマジで大事みたいな日あるやん、これでほんま普段は終わってるけど、けどその大事な日はこの下地使ってます。かわいい。ジュースチャートの紫色のやつです。02番、うん、肌は多分カバーはされないけど、透明感が出ます。おー大事。多分コンシーラーなんですけど、私はちょっと忘れてきちゃってあそうか、使う場所は小腹と、あと涙袋にちょんちょんって入れて、でしましたら次パウダーなんですけど私多分ベタベタするのが嫌いなんですよ、肌が。なのでパーフェクトダイアリーの01番、おこなさんを使ってます。あれ、ミヤトのパウダーって言えばデコルテだったのに。あ、そう、なんか最近変わってデコルテか、なんかデコルテは冬に使ってます。なんかマットにはならないんですよ、デコルテって。でしかもちょっとラメとか入ってるから、夏とか暑くなってきたらベタベタするじゃないですか、それが嫌で、これは若干マット襟、だから夏とかその暑くなってくる時期はこっち使ってます。さっきは眉毛描いてます。あ、で、ちなみに今日私いつも学校に行ってるスクールメイクしてます。いつもこれで完成してやってるけど、バレますよね。いや、まあ、めっちゃバレますねけど言い訳の方法も後で言うから、ちょっと見てて見てて、すごい。セザンヌの03番、眉毛のこの細い細いペンシルさんです。めっちゃ細いのこれね。これは細縁を入れてちょっと中くるくるってやって、でぼかさなきゃいけないじゃないですか。でもこれぼかしのやつがないんですよ、これないんで、前使ってたエクセルのここの部分使ってます。で次、私はなんか眉毛が暗いのが嫌いなので、デジャブのナチュラルブラウン使ってます。アイシャドウがレイジークのなんかね20色アイパレット、日本にも売ってるんですけど、お姉ちゃんに韓国で買ってきてもらいました。なるほど。お土産みたいな。使う場所は多分いっぱいあるんだけど、ここのね、上から左から2番目、
ここら辺他の色なんか適当に使ってもらえたら多分ナチュラルできます。目尻は多分ここ使ってます。あ、でもちょっと濃いんでちょっとやめときましょう。やめときましょう。はい、三角部分は入れてます。あ、ここ入れてます。入れてその終わった後にここにそのまま涙袋描いてて、うん、いやいやわ、あ、いいです、うん、アイシャドウつけてるだろうとか注意されたら、うん、あの色素沈着ですって言ってください。かっこいい。ミヤが言ってることを3回ぐらい見たの。マジで、本当に普段はメイクさせてもらってるんですけど今日は本当にしなくて、でもメイク落としとかっても落ちなかったんですって言えば多分いけます。色素沈着ってめっちゃ言いますよ。ミヤの言い訳、色素沈着。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。参考になったかな。なんかみんなもおすすめのスクールメイクとかこれおすすめだよってなったらコメント欄でぜひ教えてください。